かもしております。令和6年3月のダイヤ改正で名鉄の特別車両ニューチケットの料金体系が大幅に変わりまして、今までは均一料金360円、事前に窓口やネット予約で購入しても360円だし、乗ってから車掌から購入しても360円という料金体系だったのですが、これがですね大幅に変わりまして、まず基本的な料金は450円になっているわけですが、車内で車掌から購入する場合は500円に値上がりをしています。また土休日および平日の日中の時間帯に関してはネット予約で抑える場合には360円よりもむしろ安い料金300円で乗ることができるということになっているんですね。この物価が特に値上がりしている時代にむしろ特別車両券が値下がりしているということで、ちょっとこれは注目を集めているところなんですけども、これにもちょっと罠がありまして、土休日や平日の日中の時間帯でも、今ちょうどミュースカイが出発していきましたが、中部国際空港を発着する場合は300円の割引料金ではなくて450円必要ということになっているんですね。でこれからまさにですね、私は中部国際空港に向かっていくところなんですけども、できれば450円ではなくて割引された300円の料金で行きたいなということで、今回ですね裏技を見つけましたので、そんな裏技を今回の動画で紹介をしていきたいと思います。というわけでやってきました、中部国際空港行きの特急です。というわけで特別車両券ネットで押さえてあったのですが、確かに料金は300円です。この300円の特別車両券で中部国際空港行きの特急になりまして、セントレアまで向かっていきます。今回押さえている座席は2号車を取っています。というわけで1号車から乗り込んだので、ちょっと人の流れに逆らいまして、こちら2号車までやってきました。セントレアで降りるということを考えると1号車の方が楽なのですが、今回はあえて2号車に乗りました。今回特にセントレアに行ってから飛行機に乗るという計画はないのですが、まあ、ちょっと気分を盛り上げようということで、パスポート、それからハワイで購入してきた T シャツを着てきました。これで気分だけは海外旅行です。せっかく300円も払いまして特別車両に乗っていますので、テーブルを引き出して動画編集をして、この移動時間有効に活用していきます。さあ列車は神宮前を出発しまして、ここから名鉄名古屋本線を離れて常滑線に入っていきます。列車天白川を越えまして、名古屋市を出た最初の駅名和駅を通過したところです。編集中の動画は京都丹後鉄道の動画、ちょうど大江駅が出ていますが、そういえば名鉄にも大江駅ってあったなと思ったら、ちょうど大江駅を通過したところでした。さて列車は神宮前を過ぎた次の駅太田川に停車をしていきます。要塞のような構造の太田川を出ると高和線、高和方面とはお別れをしていきます。太田川を出るとすぐに次の駅尾張横須賀に停車をします。太田川と尾張横須賀は非常に駅間距離が短いんですよね。さてこの辺りで今回どのような手法を使ってミューチケットを節約しているのか紹介していきます。これがその種明かしなのですが、今回確かに金山からミューチケットを購入しているのですが、降りる駅は常滑として購入をしています。つまり常滑に到着したらすぐに一般車両に移動をして中部国際空港に目指すということになっているんですね。これはどういうことかと申しますと、金山から中部国際空港までを検索すると、土休日および平日の日中でも450円必要ということになっているのですが、一つ手前の駅常滑までをですね検索してみますと、これなんと料金は450円ではなく300円になっているんですね。まあ、中部国際空港に行く場合は450円ということにはなっているのですが、それはあくまで中部国際空港を発着してチケットを購入する場合ということになっていまして、その一つ手前、まあ、正確には臨空常滑がその間にありますが、まあ、一つ手前の常滑まで購入する場合には割引料金300円が適用されるということになります。まあ、ただ注意点もありまして、今回赤色の普通の名鉄特急に乗りましたが、ミュースカイを利用する場合はもう神宮前から先全ての駅を通過しまして中部国際空港に向かうということになっていますので、残念ながらミュースカイに乗る場合は今回の手法を使うことができないということになっています。まあ、ただミュースカイの場合は通常の赤色の名鉄特急に比べて5分から10分ぐらいセントレアまでの所要時間が短いので、まあ、その速達料金も含めて考えれば、まあ、450円も妥当な金額かな、そういうふうに思います。常滑から中部国際空港までは3、4分、カップ麺1つ作れるか作れないかぐらいの時間ですので、その時間我慢して150円割引されると考えれば、まあ、割とお得なんじゃないかな、そういうふうに思います。
さあ新米港を出まして、次はいよいよ常滑です。終点中部国際空港までミューチケットを取っていればこのまま乗っていけばいいわけですが、次常滑でこの快適な特別車両を降りていかないといけませんので、まあ、ちょっとそわそわするというのが今回の手法のデメリットかなというふうに思います。そろそろ常滑に到着しそうなので座席を移動していく準備をしていきましょう。ジャストタイミングで常滑到着のアナウンスが流れ始めました。というわけで常滑に到着、ちょっとせこいですが一般車両に移動していきます。今回は1号車ではなくあえて2号車を座席指定しましたが、それはズバリこの常滑での一般車への移動を少しでも楽にするためでございます。さあエモーショナルな BGM を流れ始めました。一般車結構混んでいましたので、もう立ちながら中部国際空港を目指していきます。常滑から中部国際空港までは 3,4 分で到着。今回リュック一つで移動していたので、まあ、特別車から一般車の移動も特に難なく移動することができたのですが、これが例えばですね、これから海外に行くという方が大きめのスーツケースとかを持っていると、ちょっとこの特別車から一般車の移動、しかも終点到着手前でするというのはちょっと横着なのかなとも思ったところがあります。なのでこういった移動も手段としてはあるのですが、まあ、スーツケースとかお持ちの場合は、まあ、450円の料金を払ってセントレア中部国際空港まで乗っていくというのも一つ賢い選択かなとも思ったところがあります。さあというわけで帝国通り終点の中部国際空港に到着です。今回セントレア行きのミューチケットを150円ケチる方法ということで、終点の中部国際空港まではミューチケットを買わずに手前の常滑で特別車両券を区切って常滑から先は一般車両に移動するという方法を紹介してまいりました。まあ、以前からこの方法個人的にちょっと気になってはいたんですけども、今回実際に初めてやってみてですね、まあ、常滑からセントレアはせいぜい 3,4 分で到着できますので、まあ、その間ちょっと立っているだけで150円ケチることができるならまあ悪くないかなというふうに思う一方でですね、常滑で号車を移動しないといけないということで、ちょっと乗っている間そわそわしますし、大型のスーツケースとかお持ちの場合はちょっと非現実的な方法かなとも思ったところがございます。まあ、150円節約するためにミューチケットを常滑で区切るというのはちょっと恥ずかしいというふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますが、一方で企業とかもですね、払う税金を少しでも少なくて済むようにタックスヘイブンと呼ばれる税金が極めて安いところに船の住所を置いたりとか、まあいろいろ頑張っているところなんですよね。まあ、というわけでこんな感じで頭と少々の体力を使ってお金を節約するというのは私は非常に有意義なことだと感じています。まあ、ただ一つ注意点がありまして、この赤色の特急なら今回の技使うことができるんですけども、ミュースカイに乗る場合は常滑停車しませんので今回の技使うことができないんですよね。まあ、その点が一つ注意点かなというふうに思います。というわけで今回の動画参考になっていましたら幸いです。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ぜひ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。